今日のメニューはゲーム飯再現ワインクラフトの四角い料理和食バージョン、総料理長のチャレンジ料理カタカタシェフチャンネル。はいはい、今週もやってまいりましょう。よろしくお願いします。はい、マインクラフト、マイクラですね。リクエストですねこれね。はい、結構前からですね。あ、そうですか。このゲームだって長いっすもんね。長いですよね、昔からですね。うん、確かに。やったことあるんでしたっけ。誰一人ないですなんか画像でもう見た情報しかないのでめっちゃ不安ですここで作った料理がそれだってことで、はい、そうしましょう。俺たちがルールだみたいな、はい、まずね、いろんな画像出てたので、まず和食の方からね、今週やってみたいと思います。はい、でメインはお寿司、お寿司、高橋さん得意のね、お寿司で、で私たち周りでちょっとちょろちょろ動いて和食バージョンを完成させたいと思います。ありがとうございます。一つはやっこですね。やっこさんカステラ、カステラもうできてますね。もうできてますね。エビフライ、カットするだけですね。素晴らしい、ありがとうございます。素晴らしい。で4品これできちゃいますんで、まあ絵になるでしょう。はい、はい、どうなるか分かりませんが、はい、じゃあ早速やっていきましょう。はいはい、はい、LINE 公式アカウント始めました。はい、ありがとうございます。新作動画や楽しい情報を配信していきますので、ぜひお友達登録お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、高橋さん、ネタの方よろしくお願いします。本日のネタは、マグロ、マグロ、マグロ、エビ、おいしさっすね、キュウリ、この3品、卵もやりたいと思います。困ってますね、はい、かつてないほど。なんせ久しぶりの出演でもうどうすればいいか分かんない状態でいるんですけども。高橋さん何週ぶりですかね。久しぶりですよね。モンスト教えるから出てないんですか。多分カレー風味のモンスト教えるあれはうまかったですね。では早速やりたいと思います。はい、まずご飯から。わお、これ全部四角い世界だからね。そうですね、まずあれじゃないですか。終わった頃、我々の四角になってるもん。足が褒めてたじゃん。これが何を作ってるんですか。寿司飯ですね。お寿司ですね。お寿司、お寿司。じゃあすいません、はい、これ開けちゃって、開けちゃって、熱いよ。これをよく混ぜて切ってもらって、その間にネタを、じゃあ、男性はこれ切って。村さんかけてるのは何ですか。すすすです。一気にやるんですか。はい、一気にどうぞ。で、ご飯は切るようにお願いします。あ、俺あおろ。あー、こっちは。あ、ごめん。全部俺に来るの。顔が真っ黒に出てる。すすすすすすすがすごいですね。輝いてきた。すごいすごいすごい。やっぱ仰ぐの大事なんだよね。仰ぐの大事。もううまそう。寿司飯って寿司飯だけで美味しいもんね。ですね。俺大好き。何も押さないで。いや、乗せたいよ、そりゃ。あれば。海苔巻きのポイントは、四角にするポイントってあるんですか。四角にするポイントは、四角くすることです。それしか言いようがない。でも、謎謎みたいな。技ですね、だから。技ですよね。海苔の上に酢飯を広げていきます。四角に切ったきゅうりを乗せて四角になるように巻きましょう。なんで一気にピッて一気にピッて一気にピッて、ちょっと手前に押して、ね、で
指を四角にする場合は、こんな感じ。ほら、もう一回。多分大丈夫ですよ。おお、四角。丸い。素晴らしい。長谷川君も四角くなってきちゃってるだんだんなんかこんな感じで型枠に酢飯を詰めて四角い酢飯を作っていきます。エビは長方形になるようにカットして、さらにパーツに分けて重ねます。マイクラっぽく酢飯にのせましょう。あれ、加藤さん番組やりますか。マグロ、アシスタントしますか。じゃあ握りますか、アシスタント。あ、それ、ここで、あ、そうか、握らないですね。握らないです乗せるだけなんで、とても寿司作ってるような手つきじゃないでもこういうの好きっすね。これは実はあれ言うとは言わないこれはって。マグロはピラミッド状に重ねていきます。卵は酢飯を挟んで形を整えます。卵ちょっと難しそうですねこれはこれ寿司職人がやってもいいですね、これはね軍艦巻きは四角い酢飯を海苔で巻いて、四角に切ったローストビーフを乗せます。できた。じゃあお寿司ができたので、次は何を。で、次は次、冷ややっこいきますか。冷ややっこ。冷ややっこはブロック状にくり抜いて、マイクラの世界を再現します。仕上げに醤油をかけて完成です。カステラはそのまんま使います。フルーツを四角にカットして盛り付けます。これはもう完全にマイクラの世界だね。エビの睡眠したものね、火入ってます。これ前なんか天丼の何字だっけ。かまじいかまじい何字の似たような感じですね。じゃあ粉卵をパン粉でつけていきます。四角に切ったエビのすり身に小麦粉、卵、パン粉をつけて油で揚げます。揚がったら形を整えて、エビの尻尾をつけて揚げましょう。寒天で固めた四角いタルタルソースを乗せて、マイクラエビフライの完成です。はい、完成です。いや、はい、無口になって違うでした頑張りましたね。頑張りました。はい、でもなかなかいいんじゃないですか。これ遠目で見たらね、マイクラですよね。マイクラすごいマイクラだ大丈夫です、できてます。今週はですね、まあ、和食バージョンということで、来週ね、洋食バージョンやりますので、そこで合わせて試食できたらいいなと思ってます。はい、じゃあ今日ね、点数つけましょうか。はい、一応ね、高橋さんお願いします。はい、点数の方は、はい、78点。刻みましたねなかなかやっぱ難しいやつです。難しいやつですねなかなか、まあ、その難しさが点数に現れたということで、はい、はい、でもいい経験になりました、はい、でもなかなか表現できてたというか、皆さんのおかげで無事できましたありがとうございますありがとうございました。はい、
じゃあこれでいいですね、こちらね。はい、はい、じゃあそれでは今回の動画が面白かったという方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。コメント欄にリクエストや感想をどうぞお寄せください。はい、はい、それではまた来週。来週次回のカタカタシェフチャンネルはゲーム飯再現マインクラフトの四角い料理洋食ばあちゃん、お楽しみに。時間があればあるほどそれすごくなるね。この並びいります？カメラ3つ並んでんの全部俺撮ってんの。おようようよう。